2019の第4高2で4月30日で、小テストの、3番ですね。問題は大したことないんですけど、1マイナスラムダ、2マイナス1で、マイナスラムダで、これを計算するという問題ですけど、これはですね、A イコール12マイナス1、20マイナス2の、こうですか。これに対してですね、A マイナスラムダ i さんの行列式を計算するという問題です。まあこれに関してまた少し補足していきますけど、補足問題も出したりしますけど、それでこれはこうなるともう6個はプラス3個、マイナス3個なんて計算するの大変ですよね。いや本当に私はもう絶対間違います、それであると。それでヒントは出してまして、例えば3行を1行に加えると、ここがマイナスラムダになって、1行1列マイナスラムダですね。それで1行2列は0ですね。それから同時にここマイナスラムダですね。というわけでなんか簡単そうですね。 ちなみにちょっとこっちに書くと、1列2列3列ですけど、1行でも2行3行でもいいんですけど、I 行のラムダ倍を他の J 行に加えたら、加えても変わんない。こうですか。例えば3行に加えてもいいですね。これはですから、A1A2 ラムダ H プラス A3 の記号ですか。まあ、というわけで、でこれ使うのは逆ですね。でこういうのは1行に、3行の1倍を加えるって表現したりします。プラス以降っていうのはプログラム言語の表現で、例えば A プラスイコール1は A 行、あ、違う、 A に A という変数に1加えるという命令ですね。だから1行に3行の1倍を加えるっていうことになってます。これはもう今の時代それなりにプログラム言語みんなできなくならないから当然こんなの瞬間的に理解できなきゃダメですね。そうすると今言いましたけど、これマイナスラムダの0のマイナスラムダですか。でそうするとここの1行がですね、まあ、どう表現してもいいんですけど、マイナスラムダの101になりますね。でそれでラムダ値、まあ別に1行に限らないんですけど、このラムダが外出ますね。これはまあ1行の線形性ですね。ですからこれマイナスラムダの101で2のマイナスだ、マイナスですか、マイナス1マイナス2
1マイナスラムダですか。でそうするとマイナスラムダでいいですね、カッコいらないですね。でそうするとちょっとだけ教えましたけど、この1でこの下消せますね。これだけでももうここ0だから4項しかないわけね。これでもいつも通り展開してもいいんだけど、まあ、それはちょっとひどいから、そうするとここで何やるかというと、2とマイナス1消せますね。1行、あ、じゃなくて2行だ。2行に、1行かけるマイナス2。3行に、1行かける1ですか。これ、加えても全然変わらないですね。この性質はありますから。そうすると、1、0、1で、0でマイナスラムダマイナス4ですか。で加えたら0でマイナス2マイナスラムダですか、というふうになっちゃいます。そうすると1列の4因子展開使うと、どうなるかというと、まあ、この1、0、0ですからここの1しか引かないわけね。そうするとこれこっちに書きましょうか。イコール1かけるマイナスラムダマイナ、こうですか。そうすると、どうなりますか。なんだっけ。マイナスラムダの2マイナスラムダのマイナス、これマイナス8ですね。マイナス4でマイナス8ですね。そうすると、ラムダ次乗マイナス2ラムダマイナス8です。で、ごめんなさい、ここのマイナスラムダ抜けてますね。だからこうなるのか。大変で、ですか。でラム、マイナスラムダのラムダマイナス4ラムダプラス2ですか、となります。